完全防音のカプセルの中で聞こえるのは怪盗を打ち出す自分のキーの音だけ。孤独な頭脳との戦いが何時間も続いている。3年ごとに行われる入学試験、受験資格に制限なし。第1次予備試験合格率 0.1%、 第2次予備試験合格率 3.7%、 最終試験に臨んだ者7000名、僕もその一人。あと少しだ。この難関をクリアすれば合格だ。受験番号をチェックする。受験番号をチェックする。よろしい。カプセルを出てドア B26 に行け。よかった。受験票チェック。受験票チェック。チェッカーはあった。受験票を受け取ってロッカー46へ行け。次のテストは。宇宙遊泳用のスーツおよびヘルメットを着用せよ。一体何が始まるんだ。これから最終テストのポイントに向かう。最終テストに残ったのは700名。このシャトルには君たち100名が乗っている。テストは10人1組で行われる。テストポイントごとに10人のグループをランダムに受験番号で呼び出す。では諸君、テストの成果を期待している。最終テスト、一体何をやるんだろう。どんなテストでもクリアしてきっと合格してみせるぞ。自信を持て。ただお前なら大丈夫。お前は頭もいいし性格もしっかりしておる。それに小さい頃からの優れた直感力もあるしな。第1テストポイント、第1テストポイント、第1テストポイント。宇
宙船のパイロットになりたいというお前の夢は分かっておった。しかしお前がコスモアカデミーを受けたいと言った時は正直驚いたものだ。第2テストポイント、第2テストポイント、第2テストポイント。コスモアカデミーへの道は長い。試験は3年に一度しかない。しかし希望への一歩だ。夢は大きい方がいい。ジョロ、第3テストポイント、受験番号 BY73025、 受験番号僕だ。 BY73025、 揃ったか。では受験票をここに提出せよ。よし、君たち10名は第3グループ。君たちのテストポイントはあれだ。何をやるかは行けばわかる。宇宙船だ。漂流しているのかな。10人いるか。ロックを閉めるぞ。よし、閉めてくれ。こんなところで何がやれるんだ。安全確認のランプだ。そろそろヘルメットを取ってもいい頃だろう。おい、一人多いぞ。そんな多い。一人多い。本当だ、一人多い。一人多い。誰が、どうして、誰なんだ。一グループ10人のはずだぞ。11人いる。一体どういうことなんだこれは。なぜだ、なぜ一人多いんだ。シャトルを出るときは確かに10人だったぞ。どうなってるんだ、いつ増えたんだ。誰か最初から人数を数えていた者はいなかったのか。受験カードは10枚だった。コンピューターミスかな。まさか、最終テストなんだぜ。じゃあどうしてだ、誰が多いんだ。君か。僕は受験生だ。君か。俺だって。俺もそうさ。君か、11人目は。違うよ。でもみんなも顔を見せたらどうだろう。とにかく落ち着かないと。そうだな、その通りだ。我々は孤立している。慌ててみても始まらんだろう。確かにそうだな。君も受験生か。そうです。女だ。君が11人目だな。でも女性もたくさん受験してるんだ。成績が良ければ女の子だって。何？俺のどこが女に見えるって言うんだよ。だって
二度と俺のこと女なんて言ってみろ。ただじゃおかねえ。女なんて大嫌いだ。石頭、コックピットはどこだ。おい、コックピットはこっちだ。あ、待てよ。調整装置が故障したんだ。コックピットへ急げ。閉閉ボタンはどこだ。そこにスイッチが。え、ああこれか。メインコンピューターを作動させろ。パワーボタンはそっちだ。わかった。船内図を出すぞ。おい、重力場の方を何とかしてくれ。了解。君、動力の方を調整してくれ。わかった。なんとかなるだろう。では今すぐ爆発箇所を調べる。頼む。これは何だ。爆発物がセットされているらしい。回路を探ってみよう。さっきの爆発は上部中央2箇所、すでに非常用シャッターが降りている。分かった。オッケー。重力場調整装置の回路は1箇所ショートしてるぜ。他の回路からパワーオンできないか。やってみる。これか。重力場調整装置は順調だ。お手柔らかに頼むぜ。すまん。くそ、どうなってんだ。これが、なっけ。電圧を上げすぎたんだ、ドジ。なんだと。ドジだからドジだって言ってんだ、このドジ。こりゃ危ねえな。次の爆発まで20秒しかないぞ。20秒。爆発物の回路を早くカットしろ。今探してる。どこだこのラインの元は。このラインは。あと10秒だぞ。9 8 7 6。おい、まだか。 D 回路だ。 D 回路をカットしろ。みんな助かったみてえだぞ。よかった。ヒヤヒヤしたぜ。第3グループの受験生諸君、これから最終テストの課題を伝える。君たち10名はこの船にクルーとして本日より53日間とどまること。53日間。そんなに長く。その間、君たち自身で解決不可能な非常事態が発生した場合、赤色のボックスにセットされたスクランブルボタンを押せばテストは中止され、救援を求めることができる。その他のコンタクトは一切なし。このボタンだ。53日間の共同生活を達成した場合、君たち10名全員が合格となる。10名のうち1人でも脱落した場合、全員が不合格となる。では健闘を祈る。グッドラック。10名のうち1人でも脱落した場合、10名全員が不合格となる。11人いたらどうなるんだ。初めっから非常事態だ。なぜ一人多いんだ。どうすりゃいいんだ。え、みんなどうなんだ。では今すぐこいつを押すがいい。そうすればテスト中止、全員不合格、解決は早いぞ。誰が11人目かを探すより他にやることがたくさんあると思う、私たちには。そうだよ。
俺たちは53日間頑張って合格することが第一だぜ。お前たちの言う通りだ。我々は孤立している。11人目だって死にたいわけじゃあるまい。まず全員自己紹介といこう。自己紹介？名前と受験番号。受験番号なんて信用できるもんか。僕が手を触れてみるよ。え、お前テレパスか？いや、ただの直感力だけど、言ってることが本当か嘘かくらいはすぐわかる。いいだろう。お前の直感力はさっきから素晴らしい働きをしている。ふぅ、解決解決。一人ずつ握手すればすぐ11人目がわかるってわけだ。私から行こう。私はサバ系アリトスカレのマヤ王バセスカ。受験番号 AQ00820。 アリトスカレ、隣の星だ。では君は？そうです、サバ系アリトスカラのソルダム4世ドリカス。確かにあなたはマヤ王だ。つい先頃王位を継承されたと聞きましたが、大学へ行かれるのですか？いや、私は力試しの受験だ。合格しても国へ帰る。統治しなければならんのでね。へえ、王様に貴族の4世ね。こしたらプロレタリアートのテラ系種子から来たアマゾンカーナイストくら。テラがサバより歴史が浅いからといってそう悲願もんじゃない。何を？やめなさいよ。それどころじゃないでしょうに。僕もテラ系クエスから来たチャコカカ。俺もテラです。テラ系ペロマのドルフタスタ。みんな赤花と呼ぶけど。サバ系のミスからトトニ。へえ、俺の手よりでっけえな。なんだよ。君もサバ系だろう。サゼあたりの名門かな。だいたいサバ系には美形が多いからな。サバもテラも死んね。俺星はベネ。どの政権にも属しちゃいねえんだよ。君名前は？フロル。フロルベリチェリフロルってんだ。ひどい言葉だ。よほど辺境の星から来たんだろう。青函標準語を習わなかったとしか思えませんね。うるせえ、役者のオーディションじゃんめえし、セリフでパスするわけじゃねえだろ。さっきから聞いてりゃサバだのタラだの、そんなもん食えっかい。早く次をやんな。私もどの政権にも属さない辺境の星ビヌドーから、初の受験生ビドメニール・ヌーム、ヌーと呼んでほしい。誰か11人目がいたかい？いや、みんな受験生に間違いない。サバ系トレドレーガー、ガニガス・ガンドス、通称ガンガ。受験番号 PJ42291。 あと一人だ。サバ系サゼからアインツバイ。違う。石頭、おめえか。11人目だな。待て、この人の直感力を試しただけなんだ。失礼した、もう一度頼む。僕はグレン・グロフ、セグル星系灰白色星から来た。誰が11人目だ？誰もいない。誰もいない？そんなバカな。本当に誰も嘘をついていないんだ。でもどうして？君の名前は？僕はただ、タダトスレーン、受験番号 BY73025、 テラ系シベリースから来たんだ。君の証明は誰がする？それとも君が11人目か？そんな、僕じゃない。では誰だ？わからない。僕の直感ではみんな受験生だ。君の直感力とやらを当てにしたのが間違いだった。これで振り出しに戻ったか。期待させといて。静かに。とにかく船内を見回ることにしよう。必ず二人以上で行動しろ。怪しい素振りの奴がいたらすぐに報告すること。なんであいつ勝手にキャプテンずらしやがって。あの王様、なかなかの切れ者じゃないか。キャプテンには最も適任だと思うがね。なぜだ。直感力がどうかしちまったのか。ちょげんなよおめえ。テストは始まったばっかしだかんな。Thank you.
クルーのキャビンらしいな。すごいな、何ブロックもあるぜ。いて。なんだい。別に、行こうぜ。ロビーのようだな。お、カウンターバーなんかあるぜ。ん？へ、いいもんがあるぜ。結構上等なのばっかりじゃん。飲むか？いや。お、おい待てよ。そりゃそうさ、有名だもの。テラの遠い祖先のロモという彫刻家が制作した宇宙の守護神像っていうんだ。テラの船にはよくレプリカが飾ってあるよ。するとこの船はテラのものか。弓には何もつがえてないぜ。それがいつでも論議の的さ。あるものは平和をつがえてるというし、あるものは愛、あるものは青春、勇気とか希望とか。俺だったら力だな。定めという答えもある。下に何か書いてあるぜ。うん？文字みたいだな。なんて読むんだ？かすれてて全部はわからないけど、エスペランサの航海の無事を願って。エスペランサ。この船の名前だね。へえ、エスペランサ号か。エスペランサ号。なんだろう、この直感に引っかかるものは。初めて聞く名前なのに。向こうにエレベーターがある。お、何してるんだよ。おめえテラ系では標準体型か。そうだよ。俺と同じ身長なのにどうして肩幅が広いんだ。君が細いんだろ。腕もお前の方が長いし。君が短いんだろ。ほら、お前の方が大きいし。早く行こうぜ。おい待てよ。おい、どうやって動かすんだ。どっかにスイッチねえか。足を置く青い線があるはずだけど。あ、本当だ。上か下か、どっち行くんだ。下だ。下には何があるのかな。機関部だ。上の方は居住区じゃないかな。よくわかるな。え、いや、勘だよ。ここも暗いな。全然中が見えないぜ。本当に暗いな。スイッチどこだ。右の方にあるはずだが。気持ち悪い。なんだよこれは。君が悪い。これは電動ズタですね。電動ズタ。電気を通す植物です。メカの配線に使われていたのが野生化したんですね。なんだか嫌な気分になってきた。元はセグル系で発見された鉱物性の植物だ。ブロール、安心しろ。君は取って食ったりはせんから。誰が取って食うなんて言ったよ。ちょっとびっくりしただけじゃんか。
でっけえ倉庫だな。生活物資の貯蔵庫になってるんだ。へえ、何でも揃ってるじゃないの。こっちはへっ、ガラクタばっか。ふん、重いな。なんだろう。手伝おうか。うん、大丈夫だ。いて、ああ何すんだよ。おめえの皮膚の方が硬そうだなと思ってさ。ごめんごめん。本当にもうどういう性格してんだろうな。ぎっしりだ。2箱もある。ただが見つけたんだ。お前がか。強度調整式の食丸だ。メモリを最強にすれば人も殺せる。こいつは役に立つぞ。こんなものが何の役に立つというんだ。役に立つさ、ガンガ。考えてみろ。俺たちは危険の真っ只中にいるんだ。11人目が誰かわからん以上、身を守る必要がある。俺は反対だ。武器は危険をエスカレートさせるだけだ。僕たち今お互いに疑い合っているから。殺し合いですか。よし、多数決で決めよう。銃の所有に賛成の者は。おめえは賛成しねえの。よし、反対の者は。ふん、6対5だ。銃を片付けてキャビンのロッカーへ運び込め。お前が反対とは意外だったな。おめえは腰抜けだよ。フロル、君は銃が使えるのか。当たりめえよ。俺凄腕だぜ。バキュン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 。フロル、君は。なんだよ、なんでそうジロジロ見んだよ。いや、どうも僕の直感力もおかしいや。変なやつだな。持ち上げるぞ。よし。どうした。帰ろう。余計なことすんな。あっ、君と私はもちろんだが、トト、チャコ、赤花の3人はまず白だ。フロルのような単純なやつも11人目じゃありえまい。残りの中でタダをどう思う、四世。あのテラの直感力のことですか。そう。銃を見つけたり、なぜアーモこの船のことに詳しいのか。あの直感力がクセモノだな。長い一日だったな。いろいろあったからな。あと50人ちだ。俺このテストに絶対合格しなきゃなんね。俺だってそうさ。俺は合格したら宇宙工学コースに入るつもりなんだ。うわ、すげえ。すごい傷だな、アマゾン。どうしたんだ。俺の星は狩猟の星だ。俺も生まれたばかりの小さい時から獣の狩りばかりやってたからね。そのうちエンジニアリングが面白くなって、だからちょっとばかしお勉強なんかしてみようかってわけ。そうか。俺は合格できりゃそれでいいんだ。王様と同じか。力試しってとこか。あんな格好つけ野郎と一緒にすんじゃねえよ。悪かった。いい音だな。この部屋にいたクルーが忘れていったらしい。テラ系の言葉じゃギターって言うんだ。大昔からある伝統的な楽器さ。おめえずっと男やってきたわけ。え、どういう意味。なんでもない。でもこの船なんで漂流船になっちまったのかな。機関部の故障だろ。乗客はどうしたんだろう。そりゃ救助されただろうさ。全員死んじまった。ってなこともあるぜ。ことによると全員死んでしまった。あり得るな。そうだ、11人目はそれだ。死んだ乗客の幽霊だ。死んだ乗客。
今日で4日目だ。このエスペランサ号は長期旅行用の客船か移民船だったようだな。上層部は約600世帯の居住区になっており、倉庫には2年から3年分の食料や生活必需品、その他トドたちが見つけた人工菜園や図書室もある。コンピューターの不調のため詳しい状況はわからないが、レーダーの計測によると駆動系の壊れているエスペランサ号はこの黒い星の周囲を衛星のように回っている。星の直径は約4000キロ、大気はなし、船の軌道周期は53日間だ。そっか、テストの日数が53日ってのはそれだ。つまりこの船が星を無事に一周すりゃいいってわけだ。そう、無事にな。動いてないコンピューターが結構あるな。何箇所もショートしている。配線を取り出してつなぎ直さなくちゃならないな。ここは俺がやるから、あっちの回路を見てくれないか。わかった、僕も手伝おう。あ、頼むぜ石頭。これが修理用のマニュアルだ。結構切れてるな。ただ、いい回路の電源を切ってくれ。オッケー。爆発物がまだこんなに残っている。居住区に50箇所ある。スイッチ一つでまた爆発するのか。ただ、スイッチを入れてくれ。いい回路のスイッチを入れるんだ。ガンガ。どうした、ガンガ。おい、しっかりしろ。何ポケットしてんだ。タンカだ、急げ。あ、どうした、何やったんだ。何をふぬけている。お前のミスだぞ。タンカはこっちだ。ただガンガを運び出せ。ガンガ、こっちだ。ガンガをオペルームに運び込むんだ。フロール、オペルームのスイッチをオンにしてくれ。左の部屋だ。わかった。おい、オペったってどうする気だ。誰がやるんだ。できるやつはいるのか。え、僕がやる。何、君は解剖学の知識か実体験があるのか。長老が医者でその助手をやっていたんだ。なんとかやれる。バカな、事故を起こしたのはお前だぞ。ガンガを殺さないという保証がどこにある。今一人でも死んでみよう、全員不合格になるんだぞ。やらせてみろ。え、もしガンガが死んだら自分が11人目だということを証明することになる。やってみろ。誰か助手を務めてくれないか。俺がやる。俺ちった知識があるんだ。じゃあ頼むぞフロール。僕も手伝おう。知識は大してないので指示を頼む。他のみんなは向こうの部屋へ移動してくれ。ショートした時の配線が2本体の中に入り込んでる。これを取り出すんだ。心電図は正常だ。血液型が分かんねえな。なんとかやる。メス。緑色の血だ。気分悪いのか。俺こういうの初めてなんだ。さっき知識があるって。俺学校教材のビデオで見たことがあるだけなんだ。大丈夫さ、しっかり助手は務めるって。頼むぞ。任せとけ。ただ患部はかなり深いぞ。内臓を傷つけないように気をつけろ。わかった。ありがとう。緑色の筋、緑色のリンパ、深いな。しかしすごい筋だ。発達している。あったぞ。フロール、ピンセット。遅いコードもついてる。注意して取り出せ。わかった。よかったな、助かって。ああ、丈夫な男だ。これからお前を尋問する。なんだよ、ただはちゃんとガンガを助けたじゃんか。ただお前はこの船に乗ったことがあるな。こんな船に乗ったのは初めてだ。ではなぜコクピットの位置が分かった。居住区が上で機関部が下だと、
ドアの開け方、スイッチの位置、単価のあり場所、なぜそんなにも詳しい。単なる勘だけで説明がつくか。どうした、答えられないのか。え、直感力。弁明ができないのならこの場で決を取り、不信票が多ければ疑いが晴れるまで一室に閉じこもってもらう。そりゃねえだろ、おさま、いくらなんでも監禁だなんて。我々の合格のためだ。そうさ、誰だって11人目のために不合格になるのはまっぴらのはずさ。それに死にたくもない。ま、一人多いってことは事実だけどな。ではただの監禁に賛成の者は。5人だ、決まったな。5対4でただお前を閉じ込めることにする。待て、ガンガ、ガンガ、あの事故はただだけのせいじゃない。あの時俺はうっかり手元の安全ロックを切るのを忘れていたんだ。それさえ切っていればたとえ電源が入っても事故に遭うこともなかった。だから俺のミスでもあるんだ。納得してくれるな、王様。本当驚いたな、傷口を縫い合わせたばっかりだっていうのに。ありがとうガンガ、君は僕を疑ってないのか。11人目がそうバカをさらすとは思えないんでね。そうだよな、こいつドジばっかりやらかしてよ、手に負えねえよ。ほんとフロル、ガンガの傷口を見るから新しいガーゼを出してくれないか。オッケー。ただお前が手術をしてくれたのか。うん、ヒヤヒヤだったよ、血液型がわからなくて。俺の体全身緑色だったろ。うん、俺の星は砂漠系の中心からえらく離れたところにあってな、ひどく短命な種族なんだ。星全体を覆っている風土病から逃れることができず、大抵30前で死んでいく。俺はトレドレーガ型緑色クロレラの栽培方式を取り入れた一種のサイボーグなんだよ。サイボーグ？まだ実験段階だから。9歳の時に培養を受けた。このまま生き続けて染色体に異常が認められなければ成功だ。他のトレドレーガの人々にも培養できる。もちろん費用がかかるから最初は数が限られるがな。どうした？いや大丈夫だ、傷口はつながってるよ。なんだこの恐ろしく危険な感じは。数が限られる、限られる、限られる、限られる。だから俺はぜひともコスモアカデミーに入学したい。入学したら宇宙生命医学の研究コースに進みたいんだ。ウド病が克服されれば皆長く生きられて、より多く働いて幸福になれる。なぜだろう、なぜこんなところに来たんだろう。この船の何かが直感を刺激する。ただスイッチを入れてくれ。イーカイロのスイッチを入れるんだ。ただあの時耳元に聞こえた声は一体。テレパス、そうだ、勘が狂ったわけ、声が聞こえたわけ。僕の直感力を上回るテレパスがあの10人の中にいるんだ。王様、四世、アマゾン、誰だ、石頭、一体誰なんだ。赤花、ガンガ、なんだこんなとこにいたのか。一人で何やってんだ。いや、何持ってるんだ。酒だ、一緒にやろうぜ。ほい、お前の分飲めよ。まあ座れよ。ああ、53日早く終わんないかな。まだ1週間も経ってないじゃないか。俺の星今頃春だ。お前んとこは？シベリースは1年のほとんどが夏さ。へえ、お前両親は？両親はいない。ごめんよ、ただ俺両親の記憶は全くないんだ。物心ついた時から村の長老に育てられたんだ。ん、長老ってどんな人だ？僕の村は小さくて貧しいのさ。だから長老は村の神官だし、裁判官だし、医者だし、教師だし、僕にいろんなことを仕込んでくれた。直感力とかね。僕は宇宙パイロットになる、長老にそう誓って出てきたんだ。だからテストに合格したらパイロット養成コースへ進もうと思ってるんだ。宇宙船のパイロットか。
どうもおかしいな。やっぱりずれてるんだ。どうした？船の軌道だ。黒い星の軌道からどんどん外れていっている。何？最初に船に来た時二度爆発が起こったろ。あれでずれたんだ。クソ、いつになったらこの船のスクリーンはまともに映るんだ。今日でもう4週間だぞ。チェッ、勝手なことばかり言うもんだぜ。コンピューターの回路は回復したんだがな。こっちの回路のセットが違ってるのかもしれん。もう一度点検してみよう。無理するなよガンガーもうすっかり治ったさ。波の体じゃないからな。それにしても暑いな。まったく。ああボロっちい船。スクリーンがバカな上にクーラーも効かねえと来てるんだもんな。スクリーンが復活した。やったぜ。なんだあれは。青い太陽だ。今まで黒い星の影になっていたんだ。不吉だ。私の星では重なる星は矜持の前触れと言われている。そんなものは迷信さ。あなたの星には季節はないのか。季節ぐらいあるさ。星の位置は季節を支配し生命をも支配する。私の星ビルドーは太陽の周りを48年かかって回ります。私たちは春に生まれ春に死にます。一生に一度の夏しかない。生と死、それは定めです。やってらんねえや。水の出が悪いぜ。あっそう。まったくよ、毎日毎日この暑さじゃやりきれねえよな。ああ、このまま太陽に向かってたらどうなるんだろうこの船。さあな。いやあ、どうしたフロール、どうした。なんだよ。何が水の出が悪いだよ。もう溺れるかと思ってた。まったく気まぐれなシャワーメン。よう、アマゾン悪いけど後で見といてくれよな。あいつ、ただ、ただ、うわ、ただ。フロルが女性？本当かそれは。本当だ。見ちまったんだよ、シャワー室で。そうだったのか。道理で細くてなよなよしているはずだ。どうするんだよ、ただ。どうするって。どうします、王様。もし本当にフロルが女性なら今後はそれなりの扱いを考えねばならんな。ああ、さっぱりした。フロル。よ、飯の支度できてっか。なんだよ、みんなどうかしたのかよ。フロル、君は女性なのか。何？アマゾンが見たんだ。なぜ今まで隠してた。バキャロー。よかった。何をする。どこに目つけてやがる、トンチキ。女ってのはバストがあるもんだぞ。それでいや、ただの方が脅威があるじゃんか。俺のどこが女だってんで。では男か。テスト前にセックスチェックを受けたはずだ。男性女性どちらにチェックされた。どっちでもいいじゃんか、そんなの。最終テストは遊びではないぞ、フロール。女性なら女性と言うんだ。それとも君が11人目か。何？何しやがんだこの。下ろせバカ力。下ろせってんだよ。メニールがこんなことをしてはいけない。なんだよメニールって。あなたはメニール。私の星の言葉で天使。まだ男でも女でもない。男でも女でもないって。両性体。両性体？男女未分化の完全雌雄同体。そうだろ、フロール。ああ、このテストに受かったら許可が下りるんだ。男になってもいいって。つまり何か、君は男になるためにテストを受けに来たのか。ああ、そうだよ。うん、君は最初から分かっていたのかい。はい、私も同族種ですから。じゃあ君の星も。はい、私たちは男女未分化のまま育ちます。一定の年齢に達すると
ホルモンの分化によって男か女かに決まるのです。ホレン星じゃ最初に生まれた子でねえと男になれねえんだ。人口比の制約があって限られてるんだ。俺末っ子でよ、もう2年すると体温が4度ほど上がる。そしたら女性用のホルモンを与えられることになってるんだ。でもコスモアカデミーに入学できりゃそりゃ名誉だもんな。特別に男性用のホルモンもらえるんだ。そんなに男がいいのかね。俺の星じゃ女は大切にされるぜ。オレン星一夫多妻制なんだ。一夫多妻って、つまりオレン星の制度では男が統治して女が働くんだ。平均して男一人に女が 4,5 人の割合ってとこかな。誰だって女になると決まったら大抵はすぐに結婚しちゃうね。俺の両親も俺が女になったら隣の領主のとこを嫁にやるつもりなんだ。その領主ってのが8人も奥さんがいてよ、その上18も年上なんだ。そりゃ女は綺麗だよ外見はね。でもそれっきりだもん。姉上たちの結婚式をいくつも見てきたけど、でも兄上の成人式が一番素敵だ。凛々しくてさ、うっとりしちゃった。やっぱり生まれたからには男になってあれくらいもてはやされてみたいや。クソ、なんだこの暑さ。やはり徐々に惑星を離れて青い太陽の方角へ向かいつつある。熱量のデータが出たぞ。機関部の熱量調整タンクが故障していて、吸収した太陽熱を蓄えられずに 58% が船内に放出されているんだ。ここにあるラジエーターパネルも作動していない。外部の熱がどんどん船体に吸収され続けているんだ。じゃあこのまま太陽に向かえば。そう、温度は上がる一方だ。なんて言った。軌道がずれたのはもしや11人目のせいじゃないでしょうね。わからん。どこまでがテストでどこまでが11人目の仕業なのか。手伝うよフロール。余計なことすんな。俺が華奢でメニールだからってバカにすんなよ。男になったらお前なんかかなわないくらいの体格になってみせるからな。女になったらかなりの別品になるのにな。しかし恋人にしたら大変だろうな、あの跳ねっ返りじゃ。そうだな。ここだけじゃないんです。温度が上がったせいかキャビン区域のあちこちで勢いよく茂り始めているんです。ジャングルになりそうだな。ツタが伸びる、温度が上がる、もっと伸びる、温度が。ただ、ただどこ行くんだよ。何調べてるんだ。電動図。電動図だ。セグル系の温帯酸鉱物性植物。人工改良種は銅ニクロムの代わりに配線に使用される。表皮は熱をよく吸収してツタの発育を促すが、一定熱量に達すると自己防衛のため表皮が白い結晶体を作り出して断熱を行う。この結晶体には発見者デルの名を取ったデル赤斑病のウイルスがしばしば発生する。デル赤斑病。予防薬は弱性ウイルスの摂取から採取したワクチン。数が限られています。マウスがもういません。ワクチン。マウスがもういません。マウスがもういません。子供だけでまだ500人以上いるんです。マウスから作るワクチンは200人分もありません。4歳以下の子供の分しか。
1週間以内に救助船が来なければこの船は全滅です。テル赤斑病は空気伝染ですからね。遺体をどこへ置きますか。真空パックの数は2000もありません。すぐに銃を密封するんだ。急げ。はっ。ドクター、ワクチンをくれ。俺の息子は8歳なんだ。ドクター、私の家族はどうなるんだ。いかん、マウスのケースに触っちゃいかん。いたんだよ。ただどうしたんだ。いたんだよ、この船にいたんだよ。ただしっかりしろ。ただ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 母さん。さあお飲みなさい坊や、このワクチンを。さあ、坊や。母さん、忘れていたんだ何もかも。失っていたんだ4歳の時の記憶。この船のキャプテンですね。この子、この子をお願いします。長老。母さん、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 マウスがいないんだ。11人いるのに、11人いるのに。今のただの話が本当なら、我々は大変な危機に直面していることになる。乗員乗客の9割が死亡していたなんて、えらい事件じゃないか。寺家の君たちは知らなかったのか。無理言うな、その頃俺たちは4歳やそこらだぜ。死の船だったんだな、このエスペランサ号は。電動蓋に関する実験結果が出た。あまり嬉しい結果とはいかなかったが、電動蓋を密封ケースに入れて加熱したら40度で結晶が発生した。さらにデル赤斑病のウイルスもだ。40度か。ちなみに熱量データからの予想では、船内温度が40度になるのは8日か9日後だ。何？じゃあ俺たちは死ぬのか。へっ、冗談じゃないぜ。まったく、そんな、死ぬなんて。体中に赤斑ができて。薬は？この病気にかかって死んだマウスからなら予防ワクチンが取れるんだが。マウスなんていないぞ。どうするんだ。どうだ、スクランブルボタンを押すか。冗談じゃねえ。不合格になれってのか。最終テストのここまで来てよ。でもバカ野郎、俺は王様みたいに遊びでテスト受けてんじゃねえんだぞ。私は私の名誉をかけているんだ。こっちとら一生の問題だ。男になるか女になるか。まだ考える時間はあるぜ。そうだ、まだ押すのは早い。そうだ、いや、大丈夫だよ。長老、僕たちはどうしたらいいんですか。コスモアカデミーを受けろと言われたあなたは、僕がこの船に乗ることを予知されていたんですか。こいつを直さなきゃならんのか。太陽熱の吸収を調整するラジエーター回路が完全にいかれている。かなり手間がかかりそうだな。複雑。こっちもやられてる。修理した跡はあるな。前の連中も必死だったんだろうさ。急激に熱量が移動したせいでぶっ壊れちまったらしいや。ワープの失敗が原因かもな。いきなりあの太陽に出くわしたのかもしれんな。
今日の食事当番は誰だ。ああ、スープの中にフォークが入っているぞ。僕ついうっかりして。貴様、私の胃に穴を開けるつもりか。よせよ王様、この暑さだ。誰でも頭がぼっとなるさ。タンクの修理はいつ終わる。わからんな。わからん、病気の発生まで5日もないんだぞ。みんな精一杯やってるんだ。やり方をもっと工夫したらどうだ。誰だ。いい加減にしな。あんたは自分の国じゃ王様かもしんねえけどよ、ここじゃ実践的知識何一つ持たねえデクノボーじゃねえか。何もできねえくせにうだうだ抜かすんじゃねえ。デクノボーだと。ああ、ヒステリーの役立たずさ。貴様やるか、このキザ野郎。なんてことするんだ。てめえもやっか。よせフロル。てめえやりやがったな、こんにゃろう。どうせつけ。おい、みんなここは冷静に話し合おうではないか。せいっすやったな。やっちまえ。けっせ。僕の作った料理に何するんですか。なんだよ、だいたいサバの味付けは俺には合わねえんだよ。男の味ぐらいのことでガタガタ言うんじゃねえ。やめんか、貴様ら。まだ何も食べてないのに。おや、みんないい加減にしろ。お前たちもだ。どうなるんだ俺たち。定め、これも全て定めだ。そう、頭がクラクラする。せっかく修理が終わりかけてたのによ。何が起こった。船内温度が一気に3度も上がったぞ。一気に3度も。方法がない。諦めろというのか。なぜワクチンがないんだ。ワクチンさえあれば温度が何度になろうと心配はいらないんだ。無理を言うな。マウスがいないし日数もない。定めのままに従うしかない。貴様の哲学など聞いている場合ではない。一体誰のせいでこうなったんだ。誰のせいだ。よせよ王様。お前はいいさ、デルセキハン病の予防処置を受けているんだからな。何が起こってもお前だけは助かるんだ。なぜ、なぜお前はこの船に乗り合わせたんだ。なぜこの船には11人いるんだ。偶然だと言ったな。偶然だと。本当にそうか。どうなんだ。動力レバーのところにいたのはタダだ。そうだ、あそこにいたのはタダだ。
11人目だ。お前が11人目だ。何もかも貴様のせいだったんだ。貴様が11人目だ。11人目はお前だったんだ。違う、僕は逃がすな。奴を殺せ。殺して奴の血液からワクチンを取り出すんだ。落ち着け、落ち着くんだ王様。ただの血液からは話など取れんぞ。うるさい。逃がすな。までが一番頭きてんの俺だよ。あいつが動力レバー倒すのはっきり見たんだ。クロル、うん、そっちにはいないか。いや、いない。クソ、一体どこへ隠れたんだ。あ、いたぞ、上だ。エレベーターだ。居住区へ逃げるつもりだぞ。ホーレー、バレー、ホーレー。赤原、やったのか。殺しちまった。
フロル。気がついたか。出ろよ。王様たちが尋問だとさ。俺ずいぶん寝ていたのか。3時間ほどかな。あれからまた2度上がったぜ。ガンガはメディカルルームで眠ってら、あの後吐いたりして大変だったんだ。ところで僕は撃たれたんじゃ。赤鼻のやつ、銃のメモリを一番弱くしてたんだ。君は本当に僕が11人目だと思っているのか。じゃあなんで逃げた。11人目じゃなきゃなぜ。熱いな、まったく。ただ、俺を殺せ。俺は卑怯者じゃねえ。お前に銃を奪われて脅かされたなんて思われたくない。殺せ。フロル。それ返すよ。僕はガンガのところにいる。みんなを呼んできてくれ。ただガンガ、熱はどうだ。体を見せてみろ。もう大丈夫だ。実験の時感染したな。やっぱり赤斑病なのか。ああ、しかしこれはもう。お、ただもう動くな。こっちへ来い。近寄るな。俺は発病したんだ。何？俺たちに移す気じゃ。ガンガは治りかけているんだ。そう、熱さえ下がればガンガの体液からワクチンが取れる。ワクチン。なるほど。俺の体がクロレラワイオのサイボーグだってことが役に立ったんだ。それはワクチンでみんなが助かるということか。そういうことだな。よかった、発病しないで済むんだ。待て、喜ぶのはまだ早い。ガンガの熱が下がってワクチンが取れるのと、電動ズタの結晶ができて発病するのと、どちらが先か。そうです、これは時間との戦いです。そうだ、あと何時間かで温度は40度を超えるぜ。だから僕の言うことを聞いてくれ。船の温度を下げる方法があるんだ。どういうことだ、それは。さっきエレベーターの中で気がついたんだ。この船はてっぺんを太陽に向けている。だからエレベーター口を使って上層部の居住区を爆発させれば軌道を変えられる。そうか、この船の軌道がずれたのは最初の爆発だった。それをもう一度やってみるってことか。なるほど、危険かもしれんが、爆発によって軌道を変えれば青い太陽から脱出できる。そうすれば当然船内の温度も下がるというわけだな。この船内にはまだたくさんの爆発物がセットされている。それを取り外して利用するんだ。あのもしも船が大きく壊れたりしたら。何言うんだ。これは絶対やってみる価値があるさ。そうです、手をこまねいている法案ね。やりましょう。そうだ、賛成だね。どうですか、やってみましょうか。よし、やることに決定しよう。だが作業が終わるまではタダを監禁する。なんでまた。爆発物を探し出すのにタダの直感力が必要ではないのか。またまた直感力を当てにするのか。時間がないんだ。コンピューターで船内図の回路を一つ一つチェックしていたら何時間かかるかわからんぞ。そうですよ、早く取り掛かんなきゃ。しかしタダを信用するわけにはいかん。信用しろ、王様。できん。信じろと言ったら信じろ。11人目はこの俺だ。もしもお前が11人目だとしたら、なぜ、なぜだ。おっと、打つなよ。俺は生きたワクチンだからな。悪気はなかったんだ。自分の体を実験するために忍び込んだだけだ。俺は信じないぜ。ガンガが11人目だなんて。そうですよ、いくらなんでもね。だったらこいつはどうなんだ。何言ってんだ、そっちが勝手に決めつけておいて。いい加減にしろ。11人目がどうしたよ。11人目が何だって言うんだ。そんなもん初めっからいないんだ。最初の自己紹介の時タダが言った通りじゃんか。お互い下手なかばいこなしだぜ。時間がないんだ、作業にかかろうぜみんな。そうだそうだ、口の悪い割にはいいこと言うぜ。よし、やろう。やろう。さあタダ、爆発物の場所を指示するんだ。
あの、みんなが待ってるぜ。お前には負けたよ。これか。まったくめんどくせえところに仕掛けやがるぜ。あそこにもある。全員シートにつけ。エレベーターを上げるぞ。20階だ。よし、エレベーターを止めろ。え、各駅を閉じるぞ。エレベーターの周りにある居住区の各駅も閉めないと危険だぞ。 OK。 温度が40度。秒読みを開始する。船は順調に軌道を回復している。もうトラブルは起こらんさ。我々は幸運だったのかもしれん。取り立ての果物だよ。うまそう。どうしたんだフロール。なんでもない。ちょっとその手を見せてみろ。何でもないったら。いいから見せろ。やめろ。何するんだよ。フロール、これは間違いなくデルセキャン病の症状だ。ワクチンがフロールには効かなかったらしいんだ。大丈夫だよ、あと8日くらいなんとかなるさ。ガンガだってすぐ治ったじゃんか。俺の場合とは違う。8日経たないうちに死んじゃったらどうするんだフロール。俺が死ぬわけねえだろ。ボタンを押しましょう。あ、よせよトト、冗談だよな。なあみんな、今のはトトの冗談だよな。ここまで来て残念だけど、フロルの命には変えられない。そうさ、受験のチャンスはまたやってくるからな。国に帰るのが3年遅れるだけさ。やるだけのことはやったんだし。くそ。バカ野郎、どうしたんだお前ら。合格したくねえのかよ。合格する前に死ぬぞフロル。死んだ方がマシだ。女になるくらいなら今まで45日間
何のためにみんなで頑張ってきたんだ、何のためだったんだ。ただアマゾンガンガン合格のためじゃんかな。そうだろ王様。絶対多数だフロル。スクランブルボタンを押す。フロル、熱があるんじゃないか。ないよ。俺、最後のチャンスだったんだ。どうしても男になりたかった。フロル、この広い宇宙を見てごらんよ。生きているのは僕たちだけじゃない。あそこに輝いている無数の星たち、それぞれが命の息吹を確かめ合っている。そんな風に見えるじゃないか、フロル。うん、見える。とっても素敵だ。フロル、僕の星に来ないか。僕と結婚しよう。だって、俺が変化した女になるの、ずっと先だぜ。だから待つよ。俺、美人になるかどうかわからないぜ。美人になる。どうした？やっぱり熱があるみたい。お、救助艇が来たぞ。思ったより早い。病人はどこだ？ここです。全員直ちに救助艇に移れ。一人多いって言われるだろうな。いいじゃないか、どうせ。9人しかいない。一人少ない。誰が消えたんだ。全員着席。グレン教官、どうぞ。私がグレン教官、11人目だ。今回の最終テストは、君たちの協調性と適応性を試してみることが目的だった。宇宙には常に思いがけない状況がある。不条理な11人目が存在するようなものだ。
私の任務は君たちのグループに紛れ込み、トラブルを起こしてできるだけ早くスクランブルボタンを押させること、および君たちの生命を守ることの二つだった。ではどうしてただの直感力で見抜けなかったのですか、グレン教官。私のテレパシーの方が勝っていたのだ。すると、ガンガの事故の時スイッチを入れるようテレパシーで命じたのは私だった。思いがけない結果にあって本当にすまなかった。爆発による軌道のずれと電動ズタによる病気の発生は予定のプログラムにはなかった。大学側のミスだ。にもかかわらず君たちは45日間の共同生活を送った。このテストに参加したグループの中で君たちの成績はベストワンだ。何しろ35日間以上耐えたのは70グループのうち6グループしかなかった。君たち全員合格だ。合格？合格だって？コスモアカデミーを代表して心から君たちの合格を祝福する。おめでとう。おめでとう。やっほー、合格だ。王様、ただよかったな。ありがとうガンガ。ただただ一緒に勉強できますね。うん、ただただいろいろすまなかった。王様、国へ戻ったら二度と会えないが、君のことは決して忘れない。お元気で。四世、よかったな。直感力大したやつだったぜお前は。こいつ、ただこれからも仲良くやろうぜ。ありがとう。入学式でまた会えるな。うん、フロールのやつ晴れて男になれるんだよな。あ、そうだな。嬉しいだろうな。ただおめでとう。ありがとうございます、グレン教官。君をこのグループに入れたのは君の長老からの知らせで、君がエスペランサ号の生存者だと分かったからなんだ。長老が？長老はコスモアカデミーの先輩でもある。君は見事にその期待に応えることができた。胸を張って長老に合格を報告したまえ。はい。ただ、や、や、どう？うん、まだ信じらんねえな、合格しただなんて。俺、母上や姉上にも鼻が高いや。本当によかった、本当に。そういうんならなってもいいや、女に。